小さかったら高く飛べ。ともバスケットマンです。そんなあなたには、インニュアファイス。はい、ってことで今日もやっていきましょう。今日もやりました。バスケットマンのスニーカーと NBA。ポン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 。ってことでですね、今日はですね、とうとうですよ、私が待ちに待ったスニーカーが今年復刻するんじゃないかという噂が出てるんですけども、そいつを紹介したいなと思います。行ってみましょう。レッツティッポ。はい、ってことで今から紹介するスニーカーなんですけども、実を言うと去年も紹介してまして、去年のね11月に出るんじゃないかっていう噂があったんですけど、去年は出ずでね、今年やっぱり出るっていう噂があるんですよ。まだ確定じゃないんですけど、もし出たらですね、今年一番私は欲しいスニーカーですね、もう間違いなく。で去年のやつも、まあ出たら欲しかったんですけども、まあちょっと僕が思い描いてたね、やつとはちょっと違ったんですけど、今回のはね、完璧。完璧ですよ、今回のは。すごいよってことで紹介したいと思います。今日紹介するスニーカーは、ジョーダン1、ブラック2、はい、リメインドってことなんですけども、はい、今、ナイキが推してるですね、ヴィンテージ加工、されてるやつなんですけども、はい、これ去年も噂ありました。はい、つま黒ですよ。はい。これつま黒なんですけども、去年と今年は全然違うんですよ。ってことで、つま黒の歴史をね、紹介しながら、行ってみたいと思います。まあ、去年も紹介してるんでね、そっちも見ていただけたらと思うんですけど、こっちも紹介しますよ。初めて出たのは1985年ということで、唯一ジョーダンがですね、試合では履いてないスニーカーということでね、今、皆さんには知ら渡ってますけども、はい、でも実は1試合だけ履いていて、それがワシントンブレッツ戦ですね、ジョーダンはつま黒履いてる姿があるんですけども、当時はですね、やっぱ肩掛けのやつとかですね、あとはジャンプマンですね、左目に飛んでるやつでしか履いてないんじゃないかっていう噂があったんですけど、今は1試合だけ履いてるっていうのが出てますね。で、その後ですね、2007年ですね、はい、BMP で復刻してるんで、2足パックですね。はい。で、その時はね、8ホールなんですよ。8ホール。で、タンが黒ってことなんですよね。はい。で、8ホールだから、そんなにみんなね、買ってなかったですね。結構売れ残ってましたね、この時は。で、その次が2012年、AJKO で復刻ということで、まあ、AJKO なんでね、まあ、キャンパス記事ということで、まあ、そこまで、まあ、インパクトはなかったんですよ。そこで次の年の2013年初めての9ホールでの復刻。これは爆発的にですね、売れましたし、長蛇の列が出ましたね。で、その後2016年かな、はい、確か。またつま黒復刻ということで、こいつが2013年かな確か。はい。だと思うんですよね。どっちだったかな。で、こっちが2016年かな、はい。多分そうなんじゃねえかなと思いますね。あ、こっちが2013年、こっちが16年でしたね。はい。なんでわかんなかったんだろうね。はい、これでなんですけど、これはすごかったですよ。つま先が黒いということで、つま黒なんですよね。で、かかとにウィングマークがございまして、で、今回、まあ、前回、2023で復刻されるという噂があったのは、こいつの、まあちょっとこの辺がね、ヴィンテージ加工されてるやつで、まあそれでも欲しかったんですよ。で、今回見たら、なんと、全然変わってましたね。何が変わってたかというと、これはつま黒なんですよ。確かに間違いなくつま黒なんですけども、ジョーダンが履いてたつま黒、そして肩掛け、ジャンプマン、試合で履いてたやつもですね、ターンが黒いんですよ、これ。はい、これターン白じゃないですか。だから本当のつま黒はターンが黒いんですって話をですね、去年したんですよ。はい。そしたらですね、まあちょっと、確かかわかんないです。今の段階ではですね、確か、ターンが黒くなってるんですよ。ちょっと衝撃じゃないですか。白じゃない、黒なんですよ。ジョーダン入ってるんですよ。そしてこのウィングマークのとこがですね、なんとね、このウィングマークじゃなくて、エアジョーダンって書いてあるわけなんですよ。こう、2列だったかな、エアジョーダン。で、これがですね、確か、記憶が間違ってなければ、この肩掛けの時にジョーダンがしてるつまくろ、ここエアジョーダンって入ってて、ウィングマークじゃないんですよ。はい。それが今回復刻されるんじゃないかって噂が出てるわけなんですよ。これはなんとしてもちょっと欲しいですよね。まあここがちょっとねヴィンテージ加工されてるつまくろにはなってしまうんですが、いや全然いいです。マジで欲しい、これは。いやーいいですね。でまあ本当はね8号欲しいっすよね。アメリカに行った時に買いたいなと思ってるんですけどね、日本よりは全然安いみたいなんで、80号シリーズはなんか日本だとバカみたいな値段してるんですけど、結構なんかローズボールとかなんかいろんなフリーマーケット行くと、まあ安いっつっても僕が聞いた情報だと50万60万ぐらいみたいな感じで売ってるらしいんですけど、まあ高いですよね。でもね、まあちょっと13、16あったから BMP ぐらいは欲しいかな。8ホールね。あと AJKO もできたら欲しいな。ね、8号はちょっと難しいんで。で、今回の2024。ね、ちょっと、ここのエアジョーダンはちょっと燃えるじゃないですか。私たちおじさん世代にはね、まさかのタンクロですし、ということでですね、いや、2024年一番欲しい、結局ジョーダン1になってしまうんですが、ちょっと受け取りたいと思います。皆さんはですね、今年欲しいスニーカーとか決まってますか？ぜひよろしかったらコメント欄で教えていただけたらなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。See you next game!